絵画骨董買取プロ集華堂の江夏です。絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。はい、こちらは川瀬巴水の大田区共同博物館のカタログでございます。はい、新版画という分野ですね、浮世絵の復興を確立しようということで、吉田博と共に運動を始めました。そして、東京二十景というこのシリーズですね、増上寺を描いております。大変有名な画題ですね。この増上寺は晩年にも描かれておりまして、昭和28年ですね、こういった増上寺の、この版画が木版画が無形文化財に選ばれるという、そういうタイミングで、伊藤新水の紙という作品と同時に、刊行された有名な作品です。世界的に見ても大変人気の高い、川瀬巴水の作品でございます。集華堂では、買い取りを行っております。ライン査定はこちらです。絵画骨董買取プロでした。